倒しても倒してもキリがねえ。さらに20体のパワードアーマーがこちらへ向かっています。やっぱりオルトさんの誘いに乗って新世界でブルーオーシャンを開拓する道を選んだ方が得でしたかね。何を言ってるんだい。彼らの言う新しい世界はブロッドが充満しファントムが跋扈する世界なんだよ。商売ができるほど復興するまでにどれだけかかるか。ナイトレーブンカレッジの中でも一番歴史あるホームフィオーレの寮長として言わせてもらうけど、積み重ねと研鑽でしか生み出せない技術や美しさは確かに存在する。それを全てリセットするなんて到底許せることじゃない。パワードアーマー完成室到着まで残り100メートル。来ます。あなたたちの中に戦える者はいないのか。本部に勤務するスティークス署員のほとんどは魔法師ではない。魔力保有量が少なくブロッドによる暴走の可能性が低い人間が採用されているんだ。なるほど、そりゃ理にかなってるな。スティークス製の魔導武器は全てオルトの制御下に置かれてしまって起動すらできない。パワードアーマーと接触まで残り30メートル。なんだこれは。どうした。連絡通路上にて3体のパワードアーマーが活動停止、さらに5、7体、次々と停止していきます。ターゲットを捕捉、排除します。来たわよ、構えて。目を閉じて、息を止めて、スリープキス。やった、コントドバうまく閉じ込められた。この特徴あるイントネーションは。ビルさん、やっと見つけた。エペル。ビルさん、やっと見つけた。エペル。ああ、我が愛しのロアドポアゾン、会いたかったよ。ルーク、それにあなたも怪我はなさそうね。ルークにエペルにオンブロディオの監督生だと。なんでてめえらがこんなところにいる。我が友の気球存亡の時上、長谷参じたのさ。本部内はかなり複雑に入り組んでいたはず。どうやってここまで。その話は後にしよう。そろそろ僕の魔法が切れちゃう。みんな来るよ。総員、位置につけ。力と牙以外にも戦う術はある。正解だ。はい、サポート、リンゾは支援する。踊らせやろう。適切に対処する。そら、二段囲い込め。始めようか。お前は俺の手の内だ。反撃はさせ。前、被弾、退路を塞げ。さあ、被弾、捕まえた。ええ、わかりました。お安くしておきます。いただきだ。被弾、被弾、気を緩めるな。哀れ、被弾、無力化する。あれが獲物か。いいよ、サポート。うんうん、力任せ。総員、続け。逃がす。こちらでカバー。落ち着いて。いいぜ、制圧開始。楽しみ。
いい子に死だし死だ。俺に勝てると思ったのか。というわけで、賢者の島から私のユニーク魔法を使い、みんなの後を追ってきたのさ。島内に入ってからは、ビルがスペシャル美容液を持ち歩いてくれたことで、迷わずここへたどり着けた。怪しまれるかと思いメモを入れることもしなかったが、さすがの察しの良さだね、ビル。普段のスキンケアには魔法効果を付与したものは使っていないからすぐに気づいたわ。お守りコスメが早速役に立ったわね。グリム、彼も嘆きの島へ連れてこられたのかい。はい、ヴィルさんたちが連れ去られた後に捕まってしまって、皆さんと一緒にいるものだとばかり思っていたんですが、この島に来てから検査の時もそれ以外でも一度もグリムさんはお見かけしていませんね。待てよ。この一番奥の部屋、誰が入ってたんだ。どことなく嗅いだことのある魔力の匂いがするような。わからない。私が外に出た時、すでにドアが破壊されていて、部屋の主の姿は見えなかった。防魔素材が使われたドアを吹き飛ばすとは、かなりの魔法の使い手でしょうね。もしかして俺たちより先にドアをぶち破って脱走した被検体ってのは、あの毛玉か。まさか。グリムはうちのエースやデュースに比べても魔法の腕が未熟なはずです。それなのに僕たちでも破るのが難しい防魔素材を使ったドアを吹き飛ばせるわけがない。スタッフさん、教えてちょうだい。私たちの個室の並び、一番奥の部屋には誰が。被検体 F、 ナイトレイブンカレッジから連行された魔獣だ。やっぱりあの毛玉か。でも魔法に関するテスト結果はどれも並の魔法師以下。被検体 A の言う通り、あのドアを破るほどのパワーは一度も計測されていない。チーフ、待ってください。確か被検体 F には一点だけ突起事項があったはず。ありました、これです。被検体 F は何度テストしてもブロッド蓄積値が正確に計測できない状態だったんです。どういうこと。ステュークスの保有するデータでも同様の事例がヒットせず、精密検査をしても原因は特定に至りませんでした。解析班によれば古代魔術が何重にも重ね掛けされていると。魔術効果の特定には至りませんでしたが、条件付けされた状況下でのみ発動する呪い、あるいは祝福の可能性が高いとのことでした。本魔獣の健康状態は安定しており、経過観察をしつつ解析する予定だったのですが。呪いと祝福は人間が効果によって呼び分けているだけで、根本的には同じものよ。私のユニーク魔法だって条件付けによってはいい結果をもたらすこともできる。魔法は使う人間の感情一つで善にも悪にもなるという話ね。なぜそんなものがグリムにかけられているのかはわからないけど。タルタロス内部の通過センサーに被検体 F のウェアラブルデバイスの通過ログがあります。どうやって。そうか、ケルベロスのセキュリティがオフになり、以降タルタロスへの出入りが自由になっているから。ログによれば緊急事態発生直後にタルタロスの門をくぐったようです。しかしなぜそんなところに。オルト君が言ってたけど、タルタロスってすごく危険なところなんだよね。ああ、ファントムが1万体以上収容されている収容所だからね。しかも今は凍結システムがオフにされている。いつファントムたちが動き出してもおかしくない。グリムの居場所が分かってよかったじゃない。しかもタルタロスにいるなら都合がいいわ。冥府まで降りる途中で
ついでに拾っていくわよ。無茶だ、そんなの危険すぎる。だってイデアもオルトもそこにいるんでしょ。あいつらの世界リセット計画を止めたいのなら危険だろうがなんだろうがそこまで行くしかない。はあ、確かにそれしか道はないでしょうが。随分と気軽に言ってくれる。待ちなさい、君たちはまだ魔法師免許も持っていない学生だろう。今この危機的状況に必要なのはアマチュアの魔法師じゃない、プロのマジカルフォースだ。外部からの救援が来るのを待とう。タルタロスに収容されたファントムの凍結が全て解けきるまであとどれくらいだ。6時間を切っています。その間に外部との通信が復旧し救援が来る見通しは。救援は望み薄。本部に詰めてるのは非力な研究員が大半。頼みの綱のカローン用パワードアーマーも魔導デバイスもオルトに乗っ取られて動かせねえ。でもうどうしようもないから、みんなで震えながら奇跡が起きるようにお祈りしましょうって冗談じゃないぜ。確かに僕たちはまだ魔法師免許を持たない学生です。しかし重大事案発生時においての初動処置については学園で訓練を受けています。そして被験体として連行された俺たちは全員オーバーブロッド経験者だ。確かオーバーブロッドとは魔力保有量が多く実力ある魔法師しか陥らない稀な現象でしたよね。それはつまり僕たちが非常に有能な魔法師であることの証明だ。そうでしょ、スティークスの皆さん。それは私はやれるだけのことはやったというためにここまでやってきた。最悪の事態を回避するために私たちにはまだやれることがあるはずだ。僕も覚悟はできてます。じゃあ善は急げね。行きましょう、タルタロスへ。待つんだ君たち。まだ何かご用？せめてこれを持って行ってほしい。これは ID カードと本部の地図にトランシーバー、それからキーホルダーが3つ。現在館内の通信デバイスは使用不可能だが、インターネットや中継機を必要としないアナログ無線トランシーバーであれば遮蔽物が少ない場所でなら通信が可能なはず。そして君がキーホルダーといったものは起動キーだ。対ファントム用決戦アームズのね。対ファントム用決戦アームズ？タルタロスは3本のタワーからなる巨大地下収容施設で、最下層に近いほど危険なファントムが収容されている。中でも特に危険なのは最下層である第12層に収容された3体のタイタンズ、神々の時代に封じられたとされる原初のファントムだ。タルタロス各タワーの第6層には格納庫がある。そこにはジュピター家の始祖がタイタンズを封じた際に用いたとされる雷帝の槍が1本ずつ安置されているんだ。その起動キーがあれば格納庫から雷帝の槍を持ち出すことができる。第1タワーには岩のファントム、ファントムタイタンズアース。第2タワーには氷のファントム、ファントムタイタンズクリスタル。そして第3タワーには炎のファントム、ファントムタイタンズマグマがそれぞれ封じられている。いかに君たちが優秀な魔法師であろうとタイタンズに特別な武器なしでは太刀打ちできない。起動キーを差し込めば使用方法についてはナビシステムがサポートしてくれる。学生である君たちにこれを託すしかない。無力な我々を許してほしい。私たちがタルタロスに向かうことにあなたたちが責任を感じる必要はない。どうやらオルトを焚きつけてしまったのは私みたいだしね。雷帝の槍、ありがたく使わせてもらうわ。雷帝の槍は魔力を帯びたとても強烈な雷撃を放つことができるが、一度使うと最充填までに時間がかかる。島内全体が非常電源に切り替わった今、タルタロス内でも魔導エネルギーをチャージできる場所が限られているはずだ。使ったら必ずチャージするのを忘れないでくれ。
我々もできることに手を尽くす。どうか無事で。さて、スティークススタッフの話によれば、タルタロスを形成するタワーは3つ。時間もないし、全滅のリスクを避けるためにも3チームに分かれて攻略するべきと考えるわ。それに全部のルートを通ってみないとグリム君も見つけられないかもしれないし。そうね。じゃあチーム分けについてだけど、3年生で寮長である私とレオナは先導役として別のルートに向かうのが妥当ね。私が第1タワー、レオナが第2タワー、残る第3タワーは、第3タワーの先導は僕が務めます。寮長歴で言えばレオナ先輩の次に僕が長いので。いいでしょう、アズール、異論はないわね。もちろんです。座学も実技もリドルさんの方が僕よりずっと成績優秀ですしね。私とエペル君と監督生君はビルについていこう。戦いはコンビネーションだ。共に過ごした時間が長い分フォローもしやすい。監督生君の警護もしやすいはずさ。残るはアズールとジャミルだけど、ちょうど精密検査で魔法の性能や性質が分かったことですし、僕とジャミルさんは魔法の相性の良いリーダーとチームを組むべきかと。ヘビもタコもいざって時は人を盾にする腹黒いやつには変わりねえだろ。どっちでもいい、さっさと決めろ。では僕はリドルさんと共に第3タワーへ向かいます。レオナさんのユニーク魔法で生じる渇きは人魚が最も苦手とするものですから。なら俺はレオナ先輩と第2タワーだな。よろしくお願いします。それじゃさっさと出発しようぜ。最初に冥府の門にたどり着いたやつが誰にも邪魔されず、カイワレ大根をボコれる権利を得るってわけだ。実に楽しみじゃねえかなあ、あの野郎。何が明日の朝には帰れるんだからおとなしくしてろ。こんな面倒ごとに巻き込みやがって。イデアに一発食らわせるのをモチベーションにするのは悪くないアイデアね。ここから先は訓練ではありません。全員気を引き締めていきましょう。そうだ、離れ離れになってしまう前にみんなでエンジンを組もうじゃないか。はあ、なぜそんなことをする必要が。だ、ちょ、ルーク先輩、引っ張らないでください。さあさあ、みんな隣の人と肩を組んで。試合の前に気合い入れるやつですね。おっしゃ、やりましょう。うちの学園では運動部すら試合前にエンジンを組む習慣はないように思うが。僕こういう体育会系のノリ苦手なんですよね。ちっ、なんて俺がこんなこと。まあいいじゃない、世界をかけて勝負に挑む機会なんか一生のうちに何度もないわ。というわけでエンジンを組んではみたが、この後どうするんですか。僕はエンジンのルールについては詳しくないけれど、誰かが号令をかけその後解散するのが一般的なはずだ。おい、やるならさっさとしろ。このお寒い状況で風邪をひいちまいそうだ。では監督生君に掛け声をお願いしようか。いいわね、このままじゃ誰が何を言うかだけで揉め始めそう。気合い入れるやつを頼むぜ。ミユさん、ナイトレーヴェンカレッジの人たちがタルタロスに向かって移動を始めたよ。本当に僕らの計画に阻止するつもりみたいだ。本当に僕らの邪魔ばっかりするな、あの問題児ども。見て、3チームに分かれてタルタロスを攻略するつもりみたい。すごいすごい、これって兄さんと話してたナイトレーヴェンクエストだ。
タラスの氷を全部溶かして冥府の扉を解放するまでにはまだ時間がかかる。オルト、少し遊んであげなよ。やったー、もうみんなと一緒にゲームをできないと思ってたから嬉しいなー。